はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは JR 東日本東海道本線の熱海駅。この東京から神戸までを結ぶ日本一の大動脈東海道本線は、熱海を境に東西で管轄会社が異なり、ここから先西側滋賀県の米原までは JR 東海の管理ということになっています。そしてそんな JR 東海が管理している東海道本線のうち、ここ熱海から愛知県の豊橋までの区間はいわゆる静岡エリアと呼ばれ、トイレなしのロングシートの電車が行き交う一部の青春18切符にとっては鬼門とさえ呼ばれる、そのような区間となっています。そんな東海道本線静岡区間は2024年3月のダイヤ改正でまさかの白紙改正を行ったということで、ここまで大きい変化がもたらされることも今までほぼなかったわけですが、今回は実際にその白紙改正を行った新しい東海道本線静岡地区の姿を皆さんにご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。ちょうどねホームに上がってくると、こちら浜松行きの普通列車が出発をしていくところでした。別にダイヤ改正前でもね、この熱海から浜松まで一気に静岡県を横断していく電車というのは普通に運転されていたので、別に何ら珍しくはありません。後ろに元中央線でセントラルライナー、それからホームライナー水波として走っていた313系の8000番台というめちゃくちゃ豪華な車両がくっついていること以外は、何の変哲もない浜松行きの電車なんですけど、ただ今回のダイヤ改正ではこの熱海から浜松まで一気に静岡県を横断していく電車の運行本数が大幅に増やされました。このね、前より3両はいいんですけど、後ろのこれね、名古屋にお住まいの方、うちの視聴者の中にどれぐらいいるか分かりませんけど、結構見覚えある方もいるんじゃないかな。2022年のダイヤ改正からですね、この静岡地区で運用されるようになった313系8000番台、かつては有料快速セントラルライナーとして中央西線を時速130キロで爆走していましたが、現在では普通列車としてこの辺り静岡エリアを運行しています。今出ていったのが11時14分発の普通浜松駅なんですが、その後は11時37分発浜松駅、49分発浜松駅と続きます。ダイヤ改正まではこんな風に浜松駅が3本連続で運転されるなんてことなかったんですよ。今まではもう沼津駅とか島田駅とか静岡駅とか、もういろいろな行き先がごちゃごちゃになっていて、浜松とかね、豊橋方面に向かうには、大抵どこかで一回必ず乗り換えを挟むというのがこの静岡地区のセオリーだったんですが、ただ今回のダイヤ改正ではこの列車の運行系統がかなり再編され、熱海から浜松まで一本で行くことができる時間帯がかなり増えました。ちょっとね、路線図がないんでなかなか説明しにくいんですけど、今ちょうどやってきたのはこれ伊豆急の電車ですね。折り返しは伊豆急下田駅の普通電車、もともとは東急東横線で使っていた8000系という電車なんですが、それを改造して現在この伊豆で使っています。本当この車両ね、かっこいい電車ではあるんですけれども、それはいいとして、今回のねこの東海道線静岡地区のダイヤの白紙改正、一体どのような点が変わったのかと、先ほどの浜松駅の電車そうなんですが、大きく列車の運行系統が変わりました。今まではねこの熱海から出発していく電車は浜松まで行くものは少なくて、多くが島田止まりで運転されていました。もちろんそれ以外にも沼津とか静岡とか、もっと島田よりも手前の駅で運転を終えてしまう電車っていうのもあったんですが、大まかにはだいたい熱海島田間と、それからもう一つ静岡の少し手前に沖津という駅があるんですが、沖津から浜松まで行く電車、この2種類だったんですね。でこの沖津浜松と島田熱海っていうのは、沖津から島田の間運行区間かぶっているので、それぞれ1時間に3本ずつ運転することによって、沖津から島田までの間、静岡都市圏の需要が大きい区間では1時間あたり6本の運行本数を確保することができていました。ただそれ以外の区間、沖津よりも東側と島田よりも西側の区間では、どうしても運行本数が減ってしまうということで、このあたりどうしても解決する必要があったというのと、あとはそれから長距離移動していくお客さんがやっぱり途中乗り換えをしなければならないということで、結構不便があったんですよね。しかも今はちょうど春の青春18切符シーズンということで、通常の通勤通学など地元の利用の他に、我々鉄道マニアとかね、旅行客の利用もありますから、そういったお客さんがみんな同じような電車に乗り合わせてしまうと、混雑の元にもなりますし、それから下手すると遅延してしまうということで、多分そういうことを考えて系統分離したわけじゃないと思うんですけどね。今回のダイヤ改正よりこの東海道本線の普通列車は熱海浜松間の長距離運転を行う電車と、島田沖津間の短距離運転を行う電車に大きく分けられました。これを行うことによって、それぞれ毎時大体3本ずつ運転されますから、
静岡都市圏島田沖津間は毎時6本の運転を維持することができるし、また静岡都市圏内で完結する利用しかしない人は、その短い距離を走る電車に乗ればね、長い距離走っていくお客さんとバッティングすることはないし、また長い距離乗車していくお客さんも、そういう日常利用のお客さんと同じ列車に乗るということは、まあ、あまりないので、まあ、このあたりかなりやりやすくなってるんじゃないかなと思います。お客さんの住み分けという点では今回のダイヤ改正かなりいいと思うんですよね。お、ラッキーですね。次もまた元中央線セントラルライナー車の313系8000番台熱海型に連結されています。6両編成、多分浜松型の先頭はまた211系だと思うんですが、では続いてはこれに乗って少し東海道本線を西へ進み、沖津まで行ってみましょうかね。沖津から先は列車本数も増えます。沖津までは、ね、この熱海浜松間の長い距離走る列車しか来ないので基本的には毎時3本なんですけど、沖津から西側の区間に関しては島田まで静岡都市圏の区間ということになりますので、今度はそっちの短い距離走る電車の方にも乗ってみましょうかね。公共交通についての記事をねよく投稿されている乗り物ニュースさんというサイトがあるんですけど、乗り物ニュースさんが JR 東海に対して取材をした曰く、この313系のこの8000番台、この転換クロスの車両ですね、これは優先的にこの熱海浜松間の長距離運転の運用に投入されるそうです。やっぱり元有料列車なんでね、この辺りの座席のスペックはかなり高いですよ。シートピッチも広いし、あとそれからね、名古屋地区で活躍している転換クロスを装備した313系と比べると若干この背もたれが高くなってるんですよね。でまたこのカーテンもね、上からこう下ろしてくるタイプのロールカーテンではなくて、この横から取り出してくるレールカーテンっていうの、こういう一般のお家にあるようなタイプのカーテンが使われておりますので、このあたりもかなりよく作られてるなぁと個人的には思います。本当にすごいですよこの車両、よく静岡来たなと思いますね。列車は熱海を出発しまして、次の停車駅は丹那トンネルで伊豆半島を貫いた向こう側にあります神奈美です。この丹那トンネルができる前、東海道本線は現在の御殿場線ルートで運転されてきましたが、1934年にこの丹那トンネルが開通し、現在のルートに東海道本線が付け替えられ、熱海は東京方面からだけではなく名古屋、関西方面からも非常にアクセスの良い観光地になりました。列車は間もなく神奈美に到着するところなんですが、丹那トンネルって電波入るようになってたんですね。全然知らなかった。今まで全然電波入んなくてね、もう YouTube とか見てるとここで急に白い丸がくるくる回り始めるのが毎度お決まりだったんですけど、ついに丹那トンネルで電波が入るようになったのか、時代は進んだなと思います。列車は沼津に着きます。静岡県内結構ね、静岡とか浜松とか高架化される駅多いんですけど、ここは未だに地上駅で、なんなら屋根を支える柱は木造です。この沼津半着の電車なんかも結構多いんですけれども、ただそれも早朝深夜とかに結構もう集中していて、昼間はもう沼津はあんまり主電駅っていう感じはないですね。熱海を出発してから1時間ぐらいずっと乗ってね、三島も沼津も富士も過ぎました。もう静岡市内に入っています。沖津に到着。この沖津からはいよいよ静岡都市圏に入るということで、お、向こうにはこの沖津始発の電車も止まってますね。行き先は島田です。すぐ建物の裏側ら辺が海になっているんですが、こちらがやってまいりました。静岡市は清水区沖津です。いいねこの感じ、東海道本線の、ま、もうザ地方の駅っていう感じがすごくするんですけれども、ここから先は清水、草薙、東静岡、そして静岡の順に駅が連なっていきます。いよいよもう静岡の中心部ということで、おそらくこの後清水からも多くの乗車があるんじゃないかなと思います。いいね6両編成、やっぱり長距離のお客さんが多いということで、こういう風に結構ね長めの編成になるんですが、ただここから島田までの運用ということでちょっと短めになっている普通列車島田行きは、こちら向こう側3番線の3両編成の電車です。発車表もこんな感じで、島田行きが、これ3番線はね基本的に東京始発の電車なんですけど、それから浜松行きがこういう風に交互に運転されることになっています。時刻表で見ると分かりやすいかな、静岡浜松方面、
日中はこんな感じで、もう島田駅と浜松駅が交互にやってくる運用になっていて、まあ、かなり分かりやすくなっています。昔はね、静岡とか豊橋とか、まあ、そういう行き先もかなり多くて、まあ、結構見づらかったんですけど、この島田浜松の繰り返し、これは分かりやすいですよ。これこそ理想のパターンダイヤってやつですよね。しかも電車もほぼ10分間隔でぴったりやってきます。熱海行きの電車が来ましたけど、これは3両なんだ。まあ、時間帯によっては3両編成の電車もあるらしいので、こういう風にね、まあ、皆さん気をつけましょう。やっぱ混んでるな。さっきの6両でもまあまあ混んでたんでね。わあ、まあでも輸送力的にはこれぐらいが適正なのかもしれないな。ということでやってまいりました。今ちょうどね、さっき見た熱海行きが出てったところですけど、やっぱ始発ということで車内も全然お客さん乗ってません。ガラガラです。座席選び放題。さっき乗ってきた浜松駅はね、後ろ3両クロスシートだったんで、お客さんの収容力もそこまではなかったですけど、ただこの普通島田駅、こっちはね、もうオールロングシートですから収容力は抜群。前はね、島田駅ってこっからじゃなくて熱海から出ている行き先というイメージが強かったんですが、ただ今回からはこの沖津島田間の運転がメインとなります。ちなみにこの沖津島田間の電車っていうのは、昔はね、駿河シャトルっていう愛称が与えられてたんですけど、今はもう駿河シャトルとはね、呼んでないと思いますが、実質的な駿河シャトルの復活という形になります。今から15年前、20年前ぐらいまでは実際に列車愛称として駿河シャトルっていうのはあったらしいですけどね。ということで、普通列車島田駅に乗って沖津駅を出発。この沖津駅はね、よくこういう主要線区でありがちな二面三線の構造になっているんですが、いわゆる二面三線の国鉄型配線の駅とは構造が異なります。いわゆる国鉄型配線、北陸本線とか高崎線とか常磐線で見られるような駅というのは、1番線と3番線が本線で、2番線は上下線それぞれの対比線、いわゆる中線というやつですね。後ろからやってくる特急列車など、速い列車の通過待ちをするために設けられている線路が2番線中線なんですが、ただこの沖津駅に関しては上下線の本線が1番線と2番線、そして3番線が対比線となっています。今回のダイヤ改正で東海道線静岡地区の普通電車は熱海浜松間長距離運転するものと沖津島田間短距離運転するものの2系統に簡単に整理されましたが、それ以外にも需要の増減、まあ、それから利用状況に応じて区間列車が各地で運転されています。特に浜松は静岡よりも人口が多いですからね、浜松と柿川の間に区間列車を1時間に1本新設し、熱海浜松間長距離運転の電車と合わせてこの区間では1時間に4本電車が運転されています。また三島沼津間に関しても新幹線と連絡するように1時間に1本から2本程度この一区間で完結する電車があるので、それと合わせると1時間に多分 4,5 本ぐらいは三島沼津間も電車が走ってるはずです。ということで、とりあえずね、静岡までやってまいりました。ここから先、僕が乗ってきた島田駅の電車は数分ほど停車をしまして、さらにこのまま西へ走り続けますが、こっちは、これはなんだ、向こう側の電車はお客さんが誰も乗ってないので、そうですね、幕に静岡って書いてあるから浜松方面から来た東駅止まりの電車で、ここでおそらくはこちらは東駅始発なんでしょう。熱海行きの電車に乗り換えという形になります。まあ、先ほども言ったと思うんですが、もう何もかもがみんな静岡をスルーして運転されているというわけではなく、おそらく車両運用の都合だと思うんですが、一部はこのように静岡など途中の駅で乗り換えが発生する場合があります。ただそれでもかなり接続の便はよく図られているので、まあ、そこまでこの乗り換えに関しても苦労を感じることはないのかなと思います。ちょうど甲府からやってきた特急藤川号が到着。ちょうどこの特急がついたことで静岡駅のホームは全部埋まることになりました。1番線から4番線まで全部電車です。いいね。ということで、13時4分発の普通島田駅が出発。またこの先ね、焼津そして藤枝方面へ運転していくことになるわけですけれども、もうこの辺りの10分間隔のダイヤって本当便利ですからね。まあ、僕もよく静岡来ることがあるんですけど、このダイヤにはかなり助かっている部分も多くあります。3両編成の車内、まあ、それなりにお客さんも乗ってましたね。満員電車という感じでもなければガラガラという感じでもなく、まあ立ち客が少々といったところ、輸送力としてはこれくらいがちょうど適正ってことですかね。そしてこの後の浜松駅はぴったり10分後ということで、いや本当に使いやすいな。でその後またちょっとね、間隔ずれますけど、でも9分後にまた島田駅が来るということで、
本当に昔と比べると、この辺の東海道線も使いやすくなったなと、そういう印象があります。ということで、さっき見送った島田駅から10分後の普通列車浜松駅がやってきました。こちらは211系と313系の混結6両編成となっております。いいね、211系、個人的に結構好きな電車なんですが、今回はね、2024年3月改正で大きな変革を迎えた東海道線静岡エリアについてのご紹介でした。